ランチインタビューに佐藤千尋プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いしますサーフィン始めたのは何歳ぐらいからで、どんな気分なんですか？サーフィン始めたのは小6の夏で、まあ今でもはっきり覚えてます。もともと4歳ぐらいから釣りをしてて、で毎日海に行ってると夏海水浴場が目の前なんで、まあそこでボディーボード乗ったりして、まあもう立っちゃってたんですよ。でまあサーフィンっていうのやってみたくて、で近くのビーチでサーファーのあんちゃんに声かけて板貸してくれって言って、はい、まあその時2本目で立っちゃって、もうそっからサーフィンが突っ越し、それが小6、はい。プロになったって何いくつの時？プロになったのは20歳、2000年ですね、の最終戦シダシタで JPS を昔上げました、はい、その時にプロになった。2001年からです。サーフィンプロになろうと思ったきっかけって何ですか？プロになろうってその時は思ってなかったんですけど、小学校6年生の卒業アルバムにしっかり書いてあります、プロサーファー小学校6年の夏に初めてサーフボードに乗って、まあ夏過ぎぐらいじゃないですか、卒業アルバム書いてあるんですよね。まあそうやってやってるうちに高校生とかになって、まあスポンサーとかしてもらえるようになって、大会に出て負けたり勝ったりで、まあ、いつまでやってるのみたいな親とそういう話になって、20歳までにプロになるよっていう区切りを大体高校卒業ぐらいの時に話をして、まあ、その時にプロになるってはっきり決めたんですよ、自分の中では。でまあ一応ギリチョン生20歳まで、はい。じゃあさっきその初めて2回ぐらい立ったって言ったじゃないですか、その時のことよく覚えてます。よく覚えてます。もうほんとパッて立っちゃった感じなんですか？そうですね、まあ、板が確かでかかったんで、なんかすごい今までボディーボードに立ってたんで、その時はちょっとしか滑れなかったのがずっと滑れたんですよ、サーフボードがでかくて、もう最高でした、うん、でなんか知んないけど、もうその夏に夜、昔はバザーとかそういうのが多かったんですよ、はい、まあリサイクル、はい、ああいうので親に5000円ぐらいのすっごいぶっといツインフィン買ってもらって、持てないですよ、でかくて。親はサーフィンしてないんで、親からは釣りを教えてもらった。ああ、なるほど。そういうだんだんサーフィンハマっていく段階で、ここにつまずいたとか、この技がなかなかできなかったとか、そういうのってなかったですか？あります。でかい波とかもそうだし、今でもそれはずっと戦ってる。毎年やっぱ波が日本でも上がれば自分の中の葛藤はあるし、ハワイにもずっと通ってて、今は最近行けてないですけど、ハワイでも、ハワイも毎日毎朝波が大きいの、大きいかなちっちゃいかなって見に行くのが怖かったり、でもチャレンジしたい自分もいるから。あとはテクニック的に言うと、俺大好きなエアーはやっぱなかなかエアーサブロクってやつが昔はできなくて、みんな当然そうなんだけど、初めてできた時もまたこれ経鮮明に覚えてるんですけど、初めて、うん、できた時はエキシビジョンみたいな、まあサーフィンのショータイムで自分が出てるときに、できもしない技やったらできちゃったんですよ。時間は止まりました、その時それからもうちょっとエアーサブロクかなりハマって、得意技じゃないですけど結構得意技かな。今なんかこのテクニックに磨きをかけたいみたいなのってあります？まあ昔からしてみると、やりたいって技はほとんど技的に言えば形だけはできるから、それよりもなんていうの、波のもっとリスキーなところでの動き、なんかこう
アートな感じ、あ、そう来るのみたいな、そのテクニックを踏まえてですけど、波の使い方をもうちょっと感性出していきたい。じゃあ、まあ、よりスタイルにこだわるっていうか。そうですね、まあもちろん新しい技、カラップとか、カラップ女子カーがやって、女子カーの名前がついたカーアップって言うんですよ、カラップ。まあみんな若い子やってます、いろいろ、うん、あとバックフリップみたいなのやってみたいし、結構冬の間でも結構積極的にサーフィンしてる感じなんですか。まあサーフィンってオールシーズンだし、ただここ数年日本に冬ハワイに行ってないんで、日本の四季のスポーツ、冬は冬、寒い寒いと雪が降るっていう四季を利用したスポーツを、まあスノーだったりやるんですけど、まあ、基本的には山に行って山でスノーボードをするっていう感覚じゃなくて、山でサーフィンをするっていう感覚です。イメージをどこに持っていくかってだけなんで、山でサーフィンしてるだけ。僕たちが持った一般的なスノーボードとはまたちょっと違うんですか。一応サーフボードを意識したものになってますね、僕が乗ってるのは。あ、ボードの形が違うみたいな、はい、ボードの形っていうか、ボードが持てるコンセプトみたいな、はい、サーフィン山でするようなコンセプトで作られたスノーボードになってる。もともとスノーボードっていうのもサーフィンっていうスポーツがあって、昔の人が冬の雪山でサーフィンしちゃえっていう発想なので、はいはい、まさにもうその発想なのかなって。だから別にスノーボードしに行くっていうんじゃなくて、今日はちょっと道具変えて違うとこでサーフィンする。あ、まあそういうのも最近みんな見て、あ、楽しそうだなと思って始める方も多いですよね。あ、じゃあ結構山にも行かれるんですか。山にも結構行きますね。あとあれですよね、DJ とかもされてるんですよね。 DJ も高校1年生の15歳ぐらいから。結構いろんなところ行ってイベントとかやるんですか。そうですね、もう本当に家の近くの近所のパーティーから、まあ六本木とかそういうところやるし、地方も行くし、っていうのは僕はもうサーファーとして、多分昔だったらクラブとかにサーファーよく行く人多かったんですけど、今あんま少ないと思うんですよ。自分が DJ しに行ったりしてあんまこう見ないんで、もっとそういう遊びじゃないですけど、まあ遊びですよね、みんなからして行くっていうのは。遊びもいっぱい楽しんで、サーフィン楽しんで、仕事楽しんで、頑張ってでやった方が、なんて言うんだろう、楽しそうに見えるかなって。黙々とやるだけじゃなくて楽しいのがやっぱ一番ですね。あとウェットスーツとかもやってるんですよね、はい、ウェットスーツの営業とか、まあいろいろウェットスーツに関してはいろいろやってます、まあ、自分で開発して、もともとライダーだし今もライダーだけど、ライダーだから分かる開発とか、できる開発とか、そういうのも全部やってます。やっぱり最近のウェットスーツはかなり良くなってるんですかね。そうですね、着てますね。これはもうみんな言うんだけど、着てみないと分かんない。その最近のじゃあ変わったウェットスーツを、話で聞くっていうよりも100回聞くより1回味わってみた方が、よく分かるんじゃないかなって実感したんです、この冬、去年か、去年だって。じゃあもう相当違うっていうか。相当違います。今年海そんなに寒く感じないんですよ、別に入ってないわけじゃないですよ、すごい入ってるし。なるほど。そういういろいろ多方面で活躍されてるんですけど、今後佐藤千尋が目指していくスタイルだったり目標だったり抱負だったり何かありますか。
まあ自分が好きで始めたこと、今そのサーフィン、スノーサーフィンっていうのがあって、あとスケートもミニランプが大好き、DJ、ここはいろいろ釣りをやったり、いろいろやってるんですけど、自分で好きで始めたことなんで、まあ、生涯それやりたいなっていうのがあって、あとそこから生まれてくる感性を、まあ、サーフィンっていう形に表す、ライディングのラインとかに表したり、そういうことを、もうちょっと自分より下の世代に伝えたい、技術だけを磨く、それももちろん今でもすることあるし大事なんだけど、もっと感性とかその辺を広げていってほしいかな、やっぱかっこいいサーファーになりたいし、なるほど。今年2012年は大会とかも出たりとかするんですか？一応どうしようかなって、まだ、出たいですよ。まあいろんなことやってるんで、タイミング見てなんですけど、まあ大会一つに絞ってないんで、自分のサーフィン。じゃあ佐藤千尋に会いたい人とか、サーフィン見てみたい人はどういった感じでやらせればいいですか？完全に現場で。現場、はい、現場、ここ海と山、クラブ、あとスケートするランプ、パークとか、あとは、まあ、僕もウェットスーツの営業してるんで全国回ってるんで、結構どこどこに行きますとか、どこどこのクラブで DJ やりますとか、そういう情報ってなんかツイッターとかのブログとかで、はい、ブログ、ツイッター、フェイスブックをすべてアナウンスしてるんで、いつでも来てください。わかりました。ありがとうございました。